トメルヘメドは、イスラエルハイファ出身のサッカー選手。ウェリントン・フェニックス FC 所属。ポジションは FW。イスラエル代表。マッカビハイファ FC の下部組織出身。2005から06シーズンのマッカビハイファは早々と、リーグ優勝を決めたため、2006年3月のブネー、イエフダ・テルアビブ FC 戦で、トップチームに招集され、ブネーイエフダ戦に途中出場してデビューした。 その後もトップチームに招集されて何試合かに出場したが、U-19 チームの試合にも出場し、2005から06シーズンは U-19 チームで21試合に出場して10得点を挙げた。2007年には U-21 チームの一員として、イタリアで開催されたトルネオディビアレッジョに出場した。マッカビハイファはグループリーグ敗退に終わったが、 メドは一得点した。2008年から2010年にかけては、マッカビ・ヘルツリーア FC、ブネイ・エフダ・テルアビブ FC、イングランド人のジョン・グレゴリー監督率いるマッカビ・アヒ、ナザレス FC に立て続けに、レンタル移籍し、グレゴリー監督に指導を受けて、多くの部分で成熟した。2010年5月、イギリスのデイリー・メール氏は、グレゴリー監督を称賛し、エメドを、 際立だった、ストライカーと表現した。ナザレスは最下位だったが、え、メドは33試合に出場して9得点を挙げた。2010年に、マッカビハイファーに復帰すると、2010から11、シーズンには、中心選手としての地位を確立し、シーズン終盤には公式戦22試合で15得点を挙げた。クラブは、リーグ優勝を果たし、 リーグ戦31試合で13得点を挙げたヘメド自身はリーグ得点王に輝いた2011年6月18日リーガエスパニョーラの RCD マヨルカに移籍した2011年10月には3試合連続得点を挙げるなどし2011から12シーズンは29試合に出場して8得点した 2011年1月には、ルイス・フェルナンデス監督によって、イスラエル代表に招集され、FC ディナム・キエフとの間で行われた、非公式親善試合に出場して得点した。同年5月にも代表に選出され、6月4日のラトビア戦で、先発出場して公式戦デビューすると、ヨッシベナユンの得点をアシストした。9月6日のクロアチア戦で代表初ゴールを決めた。 ありがとうございます。